はい、一撃は動画日記いや、名古でー屋。す。来ました、山ちゃん。山ちゃんですよ。有名なやつですよ。名古屋にいますよ、我々は。初日食べましたよ、私たちは。名古屋、もうついに今日、狙撃が終わりました。現在、2015年の12月31日なんで時すね。間がですね、20時19分、まあ、20分。あと、時間ない。そうそう、3時間半ぐらいで2015年が終わりますが、我々もですね、つい先ほど、芝居をしね。演劇舞台を納めをしまして、まあ、ひとっ風呂浴びて、なんかまあ、飯食って、さあ、今から打ち上げだという感じでございます。でも、正月は平日なんでね。おばさん、まだカウントダウンイベントが残っているよ。いやー、まあ、でも、まあ、飲みの延長みたいなもんですそうな。ですよね。大晦日って言っても平日ですし、ね、そうや。正月も平日やからね。関係ない。クリスマスも平日ですね。クリスマス稽古してましたからね。ただただ店がやってない平日。そう、そうやな。本当それだけ。今日も朝、カフェを探そうしてある。モーニング難民に。今、晩飯を探してある。車来ましたね。道路でと。はい、すいません。あともすいません。じゃあ、それでいいですか。いやいや、まだ終わってないから。まあ、ちょっと、どう見えたんか。ああ、そう、初めて名古屋デビュー戦。デビュー戦。でしたからね、私たち。楽しかったけど。まあ、ちょっと、もうちょっと。みんなと仲良くなりたかったんですよ。まだあるのにね、時間。今から帰るわけじゃないから。もっとみんなとこう裸の付き合いとか、それとか、3日3晩の見通し、飲み明かす夜は個人的には飲んでました。いやみんなとか、いや3日3晩だから70、72時間耐久。マジの耐久やん、それ。その代わり、いろんなね、ケタスとか、あいつらは本当に芝居をしにこっちに来ているのかって疑われるぐらいの、愛知の、愛知というか名古屋の観光名所を、大阪城、大阪城、名古屋城もなめたもんね。通りました。閉まっちゃってたからあれやったけど、テレビ塔も行ったし、基本的には行ったね。なので、ほぼほぼ全部いったの。思い残すことないから。思い残すことはないけど、また3月に来ますんで、お願いしますね。ぜひ来てほしいなと思います。今度はセリフもあるので。あ、そう、みそ劇ではノンバーガーが言ったんですけど、ね、3月24日にあるやつではセリフもありますので。人面舞台ですので、なかなかなことをしますので、ぜひ名古屋の皆さん、よろしくお願いします。東海地方の皆さん、よろしくお願いします。疲れてるのか。疲れているね。皆さん、危ないですよ。なかなかね。じゃあ、ちょっと大熊さんアップにしてみようかな。なんか、大熊さん、なんかないの。大熊さん、圧倒的に疲れてるね。めっちゃ眠そうな顔してるわ。微笑んだ。なんで微笑んだんやろ。まあ、でも今から僕はそのカウントダウンイベントのアップにやったり引いたり、カウントダウンイベントでなんかフリップトークとか、これはね、ブースト構造になるんだよね。頑張ってください。なんかね、どう眠いんですよ。裏はいろいろ見させてもらいながら、アードコーで裏で言っときます。まあ、やっぱあれかな、もうちょっといろんな銭湯行きたかったかな。3種類心残りとしては、割とスタンダードじゃない。だからまあ、でもこの何じゃらの近く何個も銭湯あったから、山に3種類しか行けんかったので、もうちょいね、攻めたかったな。そうですね。泊まったの4日ですか。割と4分の3です。いやいやいや、だから1個、もう1個行き逃してる。そうですね。私とこに2回行ってるから。2個目のとこではね、古き良きすぎて、トイレはもう、和式しかなかったから、ね、チリ紙で、トイレットペーパーじゃなくてチリ紙で、ほんで、こう
こうやって流したいから、ね、うん、暑かった、そして、ね、めっちゃ暑かった、すごい聞こえてきたもん、暑いって聞こえてきて、うるさいと思って、ね、僕らが脱いどったのおじいちゃん、うん、おじいちゃん、もうめっちゃおじいちゃん、めっちゃおじいちゃん、おい、あーね、俺もう8時より後に来たらあかんねんって言いながら、こう着替えてて、ほんでバンダイのおじいちゃんに、あー中が、暖房が効いてへん中ってあれですよ、銭湯の風呂の中ですよ、浴槽の暖房が効いてへんから、もう全然あかんない、寒い、いや、そらそこは効いてませんよってバンダイのおっちゃんに、いや違う、いつでも聞いてないですよ、でも、あ違うね、もう8時から今、8時過ぎたから、もう暖房がついてへんよ、なんかそら、俺が悪いやって、でもおしまいにもバンダイのおっちゃんも、ちょっと何言ってるか分かんないですね、直接言う、いや、気のいいバンダイのおっちゃんやった、そのおっちゃん、うちらから見ようとさ、どかれてたの、だから、じゃあ見てこれ。なんかルールみたいな韓国で取り上げられてるやつって一瞬でつむとでバッて開いて見せてきて、多分折り癖ついてるんでしょうね、もうこれぐらいって見て、そうそうそう、あすごいですね、営業してるんですかって言ったら、あこれここに書いてあるんです、また新しいファイルが出てきて、そこはね登録されてるんですよ、ここで、私の方見ながらバンって合ってるから、もうパシパシこの人っていうなんかねリニアが今度近くを通るから追いが出なくなるんじゃねえかっていう心配よね、ディズニーもう言うたかな、いやすごいよね、あれなんなんやろな、こだわりが分からへん、ね、すごい規則正しく貼られてる頑張って貼ってるこの形状はね、なんか面白かった、うん、真ん中に、そうだね、4つ中3つは激アツ激アツやった、今日行ったところでもおっちゃん、丸山さんと別のとこ行ったんですよ、そうそう、丸山さんと竹原さんが先にこれ入って、僕はトイレ行ってから行ったから一人遅れてたんですよ、ほんならまた白本さんが、あれ俺の洗面器だな、白の洗面器だろ、持って行かれた、持って行かれたほんでそこに置いてある黄色いのとか俺が持って入ろうとしたら、ちょっと待って、それ俺のやって言ってた、あ、もうこれ、あ、そうなんですか、なんか、面白い、お、違う、で、友達が、ちゃーちゃん、あんたの白やから、あ、そうか、そうか、これ黄色や、ちょっと待って、あ、ほんじゃ、俺の、根本的にちゃうんですよ、俺の連れがじゃあ持っていかれたかもしれないですちょっと見てくださいって、パーってって丸山さん、この白いオケって丸山さん持ってきました、知らん、持ってきてない、あれ、ちょ、拓磨さん、オケ誰持っていった、振り方、俺何も持っていないと思って、今度窓の外でおっちゃんがそれ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 って言って、これ自分も忘れてきたよ、ほんで、またさ、ありがとうございます、これね、名前書いてるから、ほっこりエピソードです現地の方と、こういうのは、今は何もないわ、そういうのかね、でも、東京とかで銭湯行った時よりも、なんかハプニングが多い、そうやな、東京あんまないですもんね、うん、割とそんななかったですね、名古屋はなんかやたらおじちゃんがねえ、バンダイのおじちゃん危ないですよ、悪が強いからね、いや、ブンちゃん今アップになってるから危ないでしょ、まあちょっとだから3月にまた来るから、うん、別の銭湯、いやでも3月はまあまだまだ分かんないですか、3月銭湯行くんや、いや行けたらいい、今回逃したところは対象諦めるし、まあ、銭湯のね、レビューを書いておくから、お子さんが、もしかしたらお子さんのレビューが載ってるかもしれない、じゃあ、見といてください、はい、じゃあ、人見知りの報告でした、だいたい風呂の話やった、これ見るときにはもうあれ、私開けとる、開けとる、絶対開けとる、いやでも今日は行く、あ、今すぐ開けたら開けるか、じゃあ、良い年を、良い年を、お過ごしください、バイバーイ。